はい、アート系トーク番組アートエアー後半戦 V 始まりました。テンション高くいこうかなみたいなんで、あのから元気ですね。もう皆さんどうすか、もう年末師走が駆け足にやってくるみたいなね、忙しいですね毎日毎日ね。もう怖いやけど。さっきとテンションが怖い、ノリが違いすぎますか。申し遅れました、私アートスピーカーの辻大地です。よろしく。お隣無理やり出ていただきました、後半、アーティストの中間博文さん、ありがとうございます。よろしくお願いします。レギュラーゲストの美術家の杉村淳さん、はい、もうノリノリで出ていただいてるますが、また民主主義とかね、今ハマってる社会学の話とか政治哲学や政治哲学でした、すいません。もう長く言うと思うんですけど、まあ、みんなご機嫌で聞いてください、よろしくお願いします。後半のテーマはこちら、ベニスビエンナーレ2015年、来年ですね、うん、イタリアのベニスでやってる2年に1回行ってる国際展で、うん、そちらの、まあ、国別でね、オリンピックみたいで美術 の、 祭典があるんですけど、うん、そこで日本館ももちろんありまして、今年その日本館に誰が出すかっていうのをコンペ、まあ、毎回これコンペするんですけど、コンペがありました。でそのコンペの、データが今年からかな、初めて全部出たんですね、うん、去年なんかえらいね、うん、ツイッターで批判されて、ね、なんで出てないんだ、内輪で決めるようなことをするんやっていうことで、うんうん、今回は、まあ、じゃあ初めてというかな、今回初めてなの、うん、公開は初めてです。前回はなんか見てましたね、田中幸喜さんだけの、その、うん、選ばれた人のだけが前回は公表と、まあ内容が出てコンペ案が出てたんですけど、今回は選ばれなかった人のコンペ案も全部出たんですね。4案かな、5案やったかな。それについて、まあ今ネットでね、まあ下にもまたリンク貼っときますけど、国際交流センターっていうところがバックアップしてまして、そちらのネットに PDF で公開情報が出てます。で今日はそれについて、まあゆるふわって書いてるんで、まあ軽くね、うん、今の日本のアート状況なんかも絡めながらお話できたらなと、まあ、あんまりもう後半疲れたんで、まあ、あんまり難しい話してますね。みんな最近みんな難しい難しいって言って、もっとなんか適当に喋ってくれとかいう要望も出てるんで、適当に喋ると今度見なくなるんじゃん。あ、そうか、ついに適当じゃなくて分かりやすく話してくれっていうことじゃないかな。適当じゃなかったらすいません、すいません。そういうことね、難しく喋るんだっていうことね、そうそう、分かった前提として喋るんじゃなくて、はいはいはい、まだ、まあ、初心者というかあまり知らない人にもちょっと噛み砕いてほしい、うん、っていうことだと思いますが、そうですね、うん、まあそういう感じで喋っていきたいと思います。でね、一応、まあ、本ネットでも公開されてるんで紹介してもいいと思うんですけど、そちらの PDF をちょっと今日は紹介していくんで、もし著作権の問題とか問題がありましたら言っていただいたらすぐ対応しますんで、営利を目的としない個人放送としてアート系トーク番組やってるんで、まあ、教育の一環としてもやってるんで、もし、よければご了承いただけたらと思います。よろしくお願いします。では、ベニスビエンナーレ知ってるよね、うん、それも言った方がいい、ちょっとじゃあ杉村さんちょろっと俺がちょっとそこまではなかった、ね、1895年に、うん、スタートした、もう最も歴史の古いと言ってもいい、うん、町おこしの一環って言うの、それ元々、ね、うんうん、国際展ですね、だっけ、皇太子のご成婚かな、成婚、あ、そうなの、ごめん、またそれまたあやふやと、ごめんね、美読会でこれ取り上げたからね、かなりその時に調べたんですけど、うん、はい、かなり100年以上前、そうやね、アートだけじゃないよね、そうですね、結構もっと広い、ね、建築も別の都市でやってますね、うん、それは後になってからのはずです、うん、あ、そう、うん、最初はアートだけだったような気がするけどね、うん、でその後は建築映画、うん、かもなかのかな、うんうん、出てきたのは確かです。ビエンナーレのが2年に1回で、トリエンナーレが3年に1回 で、うん、でドイツのドクメンタっていう国際って有名なのが5年に1回ですよね、うん、まあ、その辺がよく出てくる話で、まあ、ベニスビエンナーレに選ばれたら、まあ、オリンピック選手の代表に選ばれたみたいなんじゃないですけど、まあ、アーティストとしての、まあ、箔がつくというかね、うん、すごいなっていう感じになってるのが、まあ、多分一般的だと思います、うん、で、今年はね、こんな感じの、人が、審査員をされました。これ審査員ってどうやって決まるんですか。審査員がどうやって決まるか分かんないですね、そういえば。アーティストは、
キュレーターが選ぶんですね、はいはい、でどっちかって言ったらこのコンペアンっていうのは、キュレーター対キュレーターの戦いなんですね、うん、アーティスト同士の戦いじゃなくてまずキュレーターが選ばれて、うん、キュレーターができるだけいいその日本館でやる美術の展示プランを提出すると、うん、で私はキュレーターが、こういうアーティストを紹介したいです、これぐらいの予算でこれぐらいのテーマでやりたいですっていうようなキュレーター対キュレーターの実は戦いになってるんですよね、うん、でまあそれを審査する人らがまあ日本の美術界現代アート美術界の重鎮と言っていいんでしょうか、外務省が選ぶよねやっぱりな、うん、外務省ですかね、内閣団体もなんだろう、外務省、水沢勉さん、神奈川県立近代美術館館長、五十嵐太郎さん、東北大大学院工学研究科教授、建築のね、うん、方ですね、五十嵐さんね、愛知トレーナーで、ね、愛知トレーナーのキュレーションを今年してましたね、うん、笠原美智子さん、東京都写真美術館事業企画課長、島敦彦さん、アート系トーク番組にも出てくれました、国立国際美術館の副館長、港千尋さんでいいんでしょうか、うん、多摩美術大学教授、これ南なんて言うんですかね、女子美術大学芸術学部教授、南島博さんですかね、字はよく見るんですけどね、うん、まあ、こういう方が審査員をされました。制作に関わってたりとかね、する人が多いかな、うん、思うけど、ね、そうですね、で一応その審査員の公表なんかも PDF でこういう感じでずらずらずらと出てるんですね、うん、でまあよく言われてたのが、あ、これリンクまた下に貼っときますけど、その前の特別賞を取った田中聖さんがどういう予算でどういうところが大変だったとかね、結構裏話というか、うん、実情みたいなのをユーストで上げてるんで、また録画で入れときますけど、まあ、昔から日本館言われてるのは一つは予算が少ない、ね、うん、この前は日本の予算が3000万、これ3000万いっぱいもらってるやんかと思うかもしれないですけど、だいたいね3、4ヶ月あるんでしたっけ、ベニスビエンナーレって、うん、その時の運営費3、4ヶ月展覧会にする管理スタッフとか光熱費とか運営費とか、あと旅行費とか宣伝費とかカタログ作るお金とか全部込み込みなんで、全部込みでその値段、ね、3000万なんですよ、ね、フィーがないんでしょ、アーティストフィーが、アーティストフィーもこの中から出すんですけどすごい少ないんで、ほぼ手弁当、手弁当で赤字でほんでちょっとお金のかかる展示したいなと思ったら、だいたいいつもお金足りないので、自分たちでキュレーターとかさ、アーティストがスポンサーを見つけてきて、ギャラリーが、ギャラリーとかね、講演するっていうのがありました、うん、高いよね、で2015年はね、まあ、多分それを反映してたと思うんですけど4000万になっております、うん、1000万上がりました、うん、おめでとうございます、うん、ただしアメリカは2億円まあ、まあ、そうアメリカと比べたらあかんやろっていうのもあるんですけど、全然違う、まあ、そういう辛さがあると、うん、であともう一個はね、何回もこれその美術手帳とか、ね、あの日本館の話で出てくるのが、うん、展示室が、下の床が大理石で、で結構正方形に近いんですよね、でピロティみたいな下になんか吹き抜けの穴があるのかな、穴開いてるね、穴開いてるんですよね、だからホワイトキューブとして使えない、うん、えみたいな、インスタレーションがすごいしにくい、しにくい、現代美術の日本を代表する建物がホワイトキューブになっていないなんて斬新みたいなね、偉いことだから苦労するとは言ってるけど、でもこの穴がいいじゃん建築としてはでしょ、穴をいか、いか、だから人によってあれ穴埋める人がいるから、あ、埋める人もいるわけね、蓋しちゃうの、確か蓋して展示室入れたはずですけど、そうやな、僕やったら穴使うよな、まあ、インスタレーションする人はねサイトスペシフィックなんで言うと穴の使いどころが肝ですかね、うん、やっぱ穴使うなね、使いにくい言うてたらあかんね、でも結局そこはプロとしてはいやでも大理石とかね、埋める人とか床張ってしまう人とかいるみたいですね、今までもね、大理石になんか打ち込んだらあかんねんね、打ち込めないわなそれどんな使いにくいよ、形式が決まってしまう、形式がね、やれることと、うん、ここはない、あ、こんな感じですね、ちょっと画像を出します、
これがまあ日本館の、まあ、ちょっと様式じゃあかもしれないけど、この四角で、まあ、有名な建築家が建ててるんですけどね、うん、下はこういうふうに、外というか吹き抜けピロティみたいになってて、柱が高い床やね、ちょっと高い床みたいな、ね、高い床で、でここの真ん中が穴が開いてるのかな、これをまあ埋めてたりとかいろんな使い方をしてる、その上が開いてるんじゃないの、あここか、うん、これがピロティやから、うん、ここですね、うん、そうそう、この上でいうとこの辺が開いてる、これは使いにくいでしょうね、あここか、床で言ったらここが開いてるね、うん、そこが穴ここが開いてるね、普通にじゃあ人落ちちゃうっていうことですかね、そうやね、俺は落ちるんちゃうと何あれ、なんで開いてるの、建築としてもなんか斬新な斬新これすごいな、えじゃあもっと実際の絵が見たいね、本当はね、うん、仲前さんはじゃあこの穴を使う、はあ、もしそういうのが開いてたら使った方がいいんじゃない、はいはい、杉村さんどうします、そんな言われてもな、なんで一番気になるやん、ここ一番気になるとこ使わんと僕埋めるな、普通に床埋めちゃうね、綺麗なフラットにして使うと思う、でそれでまず予算がねなくなっちゃう、ある程度使っちゃう、ね、まあね、使えるような空間にするだけでね、だけでね、まず予算がかかっちゃうみたいなびっくりな感じなんですね、大体埋めてんのかな、毎年、いや埋めてないんちゃうかな、で埋めるとまたね、うん、まあその2つはよくそのベニス・ビエンナーレ日本館を語る上で、まあ最初の枕言葉ですね、予算が足りないっていうのと穴が開いているというのからまあスタートしまして、誰もが言う ね、 誰もが言う ね、 ね、でコンペアンが今回 1,2,3,4,5,6 あ5案出てますね、うん、5案出てるんで、まあ、その辺をちょっと緩く喋っていきたいと思うんですけど、まず一つ目が、一番、あまず言っときますね、一番選ばれた人は最後に持ってきます、で今から紹介するのは2番目に選ばれた人ですね、審査員の投票数の次に多かったのがこの方でした、保坂健一郎さんが、出されたコンペ案で、オブザオールド、ウィズザオールド、フォーザオールドっていうものですね、高齢者の高齢者とともにある高齢者のための、アートっていうのが仮題になってるんですけど、まあ、そのままの通りですね、織本辰巳さんっていうアーティスト3人のターン、ジャレオ・おさむさんと野村誠さんっていう3人のアーティストのグループ展なんですけど、まあ、特にこの、織本辰巳さんっていうのがもう60過ぎられてて、で自分の母親 もう80ぐらいで介護をずっとされてるんですね、でその介護をしながらの、まあ、アートみたいなのを、発表していくっていうようなものなんですけど、写真であったりパフォーマンスであったりとかするんですよね、また下に YouTube で骸骨パレードとかね、みんなでクラフトで骸骨作ったのを、まあ、高齢者の人とか、まあ、身体障害者と言っていいんでしょうかね、いう人らと、まあ、一緒にパレードをしてたりとかするのもあるので、よかったら見てください。で、まあ、今ね世界的に高齢化っていうのは先進諸国で問題になってまして、で日本も例に漏れず、まあ、これからますます高齢化していくと、でそういう高齢化をの人たちができるとか、まあ、対象にしたというかアート表現みたいなのがあってもいいんじゃないかってことで、多分、まあ、めっちゃざっくり言ってるんで多分保坂さんはもっと違う意見があると思うんですけど、まあ、僕の、読んだ話感覚ですね、まあ、そういうものを、プロジェクトとして挙げられてると。で、まあ、認知症とかねボケっていう、うん、ボケって言ったら差別用語なのかな、まあ、差別用語、差別用語なんですね、ダメ、まあ、物忘れが激しくなりますよね高齢者でね、だからまあ認知症の問題とかあって、そういうのを、まあ、いわゆる健常者じゃない人たちが行う日常とか美しさであるとか、まあ、喜びみたいなのをアートとしてどういうふうに、まあ、捉えていくかってことを、考えているような、まあ、展示だと思います。でこの織本辰巳さんの面白いのが一つね、パフォーマンスで車椅子を、まあ、誰も乗せてない状態なんですけど持って壁にぶつけるっていうパフォーマンスがあるんですよ、こう車椅子持ってガーンガシャンみたいな、だからその認知症の人を介護するっていうのは綺麗事だけでは済まない、
いろんな、まあ対話が普通にスムーズに通じないものであるとか、もちろん排泄物の処理なんかも含めて、まあ、夜中に起こされるとかね、いろんな問題を含んでて、まあ、そういう部分も、隠さずというか表現の中に取り込んでいってるということで、まあ、非常に興味深い展示だなと思うんですけど、中前さん何か、はい、まあ、うちとこも介護やってましたからね。あ、介護やられて終わりましたけどね。あ、そうなんですね、うん、そうそう、まあ大変だ、大変よね、うん、それは分かりますわ、非常に、うんうん、綺麗事です。まあ、すまないですね、夜中に外で歩きに行ったりとかしたらね、やっぱ身に連れて帰らないといけないし、うん、まあ、うちとこも幻想というか、まあ、妄想法が入るからね、なんか隣からなんかやってくるとか、うん、大丈夫大丈夫とか言ってんだけどね、まあ、でもそういうのがあったりするからね、うん、大変よ。大変ですね、うん、これ織本辰巳さんだと思うんですけどね、で お母様だと思うんですけど、うん、まあ、こういう感じですよね、うん、杉浦さん、この辺のコンペアン見てどう思われました？あ、これですね、車椅子に突撃するシーンとかは、うん、まあ、僕だからこれ前美読会でやった時に、はい、まあ、それぞれ参加者にどれがいいですかみたいな私が言って、うんうんうん、で僕はこれを押したんですよ、ね、確か。でその時もちょっと話したと思うんですけど、まあ、読んだ時はやっぱりあまりいい気分はしなかったというか、うん、僕も、まあ、身内というかの中でそういう、ね、地方の、まあ、があって、まあ、介護も多少したこともあるんですけど、うん、やっぱりそれこそ大変で、うん、まあね、いろいろなことはあったんで、うん、すごく見たくないという気持ちもあったんですけれども、うん、でもまあよくよく考えてみたらそういう視点でそう、まあ、表現というか美術というかっていうのはあまり知らないし、うん、まあ、そういう意味では新鮮な感じはしたので、うん、まあ、表現そのものはどうこうどうかなとは多少は思った、まあ、表現というか、企画自体はどうかなとは思ったんですけれども、うんうん、まあ、でもそういう、まあ、国際展という場で、まあ、こういうテーマを、うん、まあ、一つやってみても面白いのかなと、うん、まあ、なんか問題提起にもなるのかなと、うん、それはあるよね、うんうんうん、は、まあ、ああいう場なんで、うん、やっぱり国際的な場っていうか、うん、やっぱりそれぞれ抱えてる問題とか、うん、まあ、今現状というかさ、うんうん、なんかそういうことも見えてきたら面白い、展示として面白いことができるのかなというふうには少し思います、うんうん、まあ、アートでどうやってアプローチしていくかではなかなか難しいけどね、うん、これ、うんうん、で認知症の話でいうとさ、まあ、ちょっと社会的な話になるけど、うん、10年前とかもちょっと忘れてに比べて 1.5 倍ぐらいになってるんだよね、うんうん、数が認知症の数、うん、で今もすごく問題になってるのは老老介護って言って、うん、老人が老人を介護しないといけないんだってね。あ、そうやね、うんうん、だそういう部分でもすごくあって平均寿命が伸びたからね、うんうん、だから息子、まあ、これなんかもよく見たら、うん、どっちもそうや、ね、年取ってるように、うん、まあ、白髪やからね。だってもう、うちとこも一緒じゃない僕も半分ほら突っ込んでるもん足高齢に、まあね、1945年やから、うん、なんかそこから数えたらどうっていう、まあね、もう60過ぎてるのかな、うん、だからそう考えた時にね、すごい、すごい現実としてそういう部分もあるし、うん、だからあまり、まあね、一つ美術の役割があるとしたら、うん、そういう見えないところをまあ見せるというか、うん、さらけるさらけ出すというか、うん、そういう役目もあるとは思うので、うん、ある意味そういうきっかけとしてこういうことがあるというのは、うん、まあ意味があるのかなというふうには思ったりするので、うんうん、僕はこの案っていうのを、うん、まあ、どうかと、うんうん、まあ、いいかなというふうに思ったんですけど、うん、僕もねビデオ撮ったりとかね、はい、おばあちゃんの、はい、あ、そうなんですね、いろいろしたけど、うん、まあ、それは寝かせてるよね、あ寝てる状態やね、まだ。あ、そういう記録は一応しとかなあかんわと思って、うん、記録はして、まあ、それで何かできるのが来るかどうかちょっと分かりませんよ、うん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 、でもとりあえず 今、ね、寝かしてる感じ、うん、なるほど、すぐはできなかったね、うん、やっぱ、まあ、ね、その記録するだけでね、うん、精一杯で、
近すぎるからね。そうそう近すぎるんで、もうちょっと寝かしてからなんかなるかもしれんけども、うん、ちょっと難しいです、はい、なかなか。保坂さんの資料では世界全体の認知症患者は今現在4400万人らしいですね、うん、で2020年には7000万人、うん、2050年には1億3500万人を超えると予測されているということですよね、うん、でまあそうニューヨーク近代美術館なんかでもそういう、まあ、認知症の方を、なんていうかな、まあ、まあ、関係した、まあ、鑑賞したりとか感性を引き出すような感覚的なものをやったりとかいうのも Meet Me プロジェクトっていうので行ったりとかしてるみたいですね。で、まあ、高齢者の実存をパフォーマティブに認められることを実証してくれると、こういうプロジェクトでね、まあ、こういう言い方が多分難しいって言われるんだと思うんですけど、まあ、そういうのが書かれてます。で、これ織本辰巳さんなんですけど、あと野村誠さんは演劇で、まあ、その健常者ではない、まあ、身体障害者っていう言葉が今いいんかどうか分かんないですけど、まあ、そういう施設で演劇をしたりとか、まあ、高齢者の介護施設とか行って、演劇を一緒にやったりとかをしてますね、うんうん、こういうですね指導したあジャレオジャレごめんなさいジャレオ治さんですね。ジャレオ治さんの指導というか、まあ、というか、まあ、そのワークショップ、ね、訓練の一つかな、うん、違うワークショップはワークショップやね。ワークショップですね、うんうん、指導とか訓練というニュアンスではないと思います。そうですね、うん、まあ、でも体を動かすことはそういうのあるからね、うんうん、体を、まあ、それも含まってるかもしれませんね、うん、そういうそれは高齢者の人も一緒やね、はい、うん、まあ、こういう感じで、企画案を出されたと、まあ、関わりを持たせるってことやね。でいろいろやっぱり技術って言ってもさ、うん、それこそ健全な人たちがね、その見に来るということでは絶対にありえないので、うんうん、そういう中でもいろいろな人がいると、うんうん、で、まあ、それは、まあ、認知症っていうか、まあ、それも含めて、うん、で障害者も含めて、うん、それを含めての、まあ、美術とか表現ということで、うん、やっぱり考えていく必要があるんじゃないかっていうことの、うん、まあ、一つと提案、まあ、提案で問題提起としてっていうのがあるんじゃないか、うんうん、まあ、さっきの中前さんのさっきの話につなげれば寛容性やったトレーラーですね、うんうん、っていうことも、まあ、つながってくるのかなって思ったりもするんだけど、ね、うん、小坂さん自身まあ、この言葉もあんまり良くないかもしれないけどアウトサイダーアートとかを、うん、まあ、企画されてたりとかしてて、うん、どっちかって言ったらそのマイノリティというか、うん、メインストリームではないものについての視点から企画展もよくされてるキュレーターの方なので、うん、アジアのドローイング展みたいなのも多分京都でやってたと思うんですけど、まあ、そういうところが生きてるのかなと思います。あんまりマイノリティだけを強調しすぎるっていうのは危険だと思うけどね、けどね、だそういう人たちもいるということを含めてやっぱり考えていくっていうことが必要なのかなというふうに思います、うんうん、はい、でさっきの演劇ダンスの方がジャレオ治さんで、こっちの復興タンゴとか音楽作曲将棋作曲とか言われてるような音楽の方が野村誠さんの方でした。すいません、間違ってたと思います。かなりドキュメンタリー的な感じのもの、そうですね、映像も見せたり、うんうん、写真で見せたり、ね、パフォーマティブなものもありますね、うん、では2人目の、次はダダンと、あ、これ来ましたね。次、キュレーションされたのが高橋瑞希さんで、選ばれた作家が高峰正さんと呼ぶんでしょうか、書くって書く字ですね。でこちらはすごい、これもねすごい、なんていうかな、もう冒険的というか実験的な試みで、これが本当に通ってすごかったなと思うんですけど、まあ、残念ながらこれは通らなかったんですよね、うん、どういうものかっていうと、韓国館もベニスビエンナーレに出すので、韓国館のキュレクターパク・マヌ氏とそこから出る、キム・サンファン氏と日本館のこの高峰さんが共同して一緒にベニスビエンナーレで、個展を、まあ、発表するっていうようなものなんですよね。でこれ今日韓のいろいろ政治的な問題とかもあると思うので、国別パビリオンで
日本と韓国がベニスビエナーレで共同で展覧会をしたって言ったら非常に画期的な、まあ、歴史的政治的にも画期的だしアートの文脈でもすごかったと思うんですけど、韓国のパク・マヌ氏の方が最初の段階でも選ばれなかったのでね、一緒にやれるっていうこの企画案自体がなかなか実現不可能なものになったというのは非常に残念なんですけど、うんうん、高峰さん自身はここの写真にあるようにこれブッシュ大統領当時ブッシュ大統領アメリカの大統領だったのものがなんかこうむにょむにょって動いてる動画作品なんですけどこの写真でいいんかなアニメーション、うん、動画作品そうですね政治的なものとかエスパランゴっていうこう滅びたエスペランゴか、うん、もう使われてない言語をエスペランゴです、うんエスペランゴ国際語やね共通普遍語みたいなの作ろうエスペラントエスパラ、うん、エスペラント横浜トリエンナーレでやられてたもんなんですけど、ね、僕もこれちょっと流行ってね、うん、一時期全然ダメになっちゃったこういう忘れられた言語とか、まあ、忘れたんじゃない忘れたけど作ろうとして人工的な言語であそうかそうか全員を共通地球で共通の言語を作りましょうっていう運動があって、はいはい、ごめんなさいゆるふわ統計から全然調べてないんで思いつきで、うん、そうそうそうでその一つの言語を作るんで、うん、日本語とからいろんなものをこう共通するものを言葉として組み立てましょうっていう運動があったけど、うんうん、結局うまくいかなかったっていう、うん、最初なんか速記でも使われてたで宮沢賢治がね確かそれすごい推し進めててずっとやってたけどやっぱりあんまりね、はあはあ、無理になっちゃったと、まあ、書いてるから言っていいと思うんですけど高峰さんの奥さんも在日韓国の方で、まあ、そういう日本韓国とか国家間のアイデンティティとかね政治の問題っていうのは、まあ、この人の作品の特徴だと思うんですけどで共同でやろうと思ってた方がこのキム・サンファン氏でキュレーあこれは、アーティストですねニューヨーク大住って書いてあるね、うん、そうですねソウル大学で建築を学びと、まあ、こういう作品を作られてる作家なんですけどでこのパク・マヌっていう方がキュレーターで韓国の共同キュレーターとして挙げてたんですけどナムジュンパイクアートセンターの館長なんですよ、うん、で高峰さんは実現しなかったんですけどナムジュンパイクに会いに行って一緒にコラボレーションしようとかもしてたみたいでなんかこの日韓の共同展示もナムジュンパイクへのまあオマージュというかリスペクトというかそこからの流れで企画展も考えられたみたいでもうこれサテライトでもいいからやったらいいのになサテライトっていうのはそのメインのパビリオンじゃなくて別枠でっていう意味ですけどね、まあ、ただ予算がね4000万かかるから誰がスポンサーになんねんみたいなこういう予算事情なんかも PDF にちゃんと上げてくれてるんですね今回はっていうようなものが2つ目の展示になっています。どうでしょうか。やっぱりこの2つ見ても、はい、かなりそういう政治的なとか、うん、社会制度みたいな部分のアプローチの作品が多いですね。そうですね、うん、キュレーターが2015年ベニスビエンナーレのキュレーターがオコイエンベゾって言ってアート系トーク番組にも何でも出てきてるんですけど南アフリあナイジェリアのアフリカの方なんですね。ですごいそういう脱植民地主義的なアプローチとか政治的なものとかあとドキュメンテーションみたいなこともすごく取り上げられてる作家なんで、まあまあ、ヨーロッパ大陸自体が今そういう風なアートが非常に、元気があるというかたくさん出てきてるという状況も反映してると思うんですけどね。杉村さん何かありますかこの高峰さんの作品で、うんまあ、さっきさ僕は推したのは折り立てされたかな、はい、穂坂健一郎さんなんだけれども、うん、内容的に言ったら一番飛びついたやっぱりこの企画、うん、でその企画ともう一個の方の、うんまあ、どっちがいいかなっていうぐらいだったんですけれども、うんうんうん、まあ面白いと思うねやっぱりその共同でキュレーションやるっていうのは多分、うんうん、ないでしょ、ね、やったことないし、うん、まあやっ面白いかなとも思ったりもしたんですけれども、うん、まあどうせいかんせんやっぱりこう政治的な内容っていうのはどうもこうこれ最初からいけるつもりで出してたんかどうかもどう考えても無理ちゃうのっていうそんな勇気がね、うん、そのいやでも
出す外務省がやんのかな、出す出して選ばれてるわけだから、うん、一応ね、うん、あの候補としては、うん、だからこう良かったんだろうね、うん、その辺は、うん、まあこういうのがありましたっていうのはね、うん、でも実現性こういうのがあって今はまあ問題にはならなかったけれども、うん、あのね、なんでこんな政治的なっていう風な、うん、一回多分でもキュレーターは選ぶよね、その内容分からない段階で最初ってさ、うん、このあ審査員はね、審査員がキュレーターだけを選んで、うん、企画をさせてくださいっていう、ね、まず企画がありきではないやん、そうだ怖いっていうのがあるやん、ね、何出されたら、だから政府のまあ言えば在学団体だけれども、うん、その行政の下でそういう内容のものが出したらいいんかっていう規制ができないよね、うん、もし何でも出しますっていう、うん、だそういう怖さもあって今まで出してこなかったんかなっていうのはあるし、うん、まあ、今回こうやって勇気出してっていうか、まあ、批判もあって出してきたので、うんうん、まあ、これやったらいいやんって僕も思ったけれども、うんうん、まあ、でもやっぱりそういう政治的なことも含めてなかなか難しかったのかなというふうにお答えするけど ね、僕もこれ一番に挙げたんですけどね、やったらすごかったやろうなと思いながら、うん、ただまああのパク・マヌシっていうそのキュレーターの方とね、こっちの高橋瑞希さんとか、まあ、高峰さんはあのプサンビエンナーレで、うん、あの作家として呼ばれてるので、あの全くつながりがないわけではないんですよね。だからキュレーター、韓国のキュレーターと日本の作家同士はかなりつながりがあって、だからまあできたらあの今回はあのボツになっちゃったけど、その日韓のまあ信仰の問題なんかをまあアーティストがこうやって架け橋するようなこと、本当に素晴らしいことだと思うので、ぜひぜひ何らかの形でまたこういうことがベニスビエンナーレ以外でも やっていただけたらなと思いますよね。あの日本館で在日の作家が代表で展示すればいいんじゃないとか思ったりもするし、で、あの他のパビリオンでは必ずしもそこの国籍とか、取得してなくても出す場合が確か前回出ましたね、そういうのドイツ館やったかな、どっかで、アメリカもそうだよ、フィリップ・ゴンザレス・ストレスがアメリカ館、あ、そっかそっか、ちょっと忘れちゃったけど、うん、確かあります、活躍してたら、ね、その場所でその時で活躍してたら確か出せたりもするは、うん、まあね、したりもすることもあるので、うん、日本代もねそういうことをじゃんじゃんすれば、うん、もっと面白いことできるのかなと思ったりもするんだけど、うん、ですね、そういけるでしょ普通のオリンピックでもあるもん、あスポーツの方で、あ、ありますね、あ、気化すります、ね、日本人じゃなかったら、まあ、気化するしてこっちで、うん、あの卓球とか中国の選手もやってるやん、うんうん、だからああいうことが、まあ、この中でも行われたらいいわけやな、そうですね、うんうん、ぜひまた実現していただけたらと思います、まあ、トレランスでやってちょうだい中前さん寛容でね、うん、じゃあ3つ目いきたいと思います。ね、3つ目はどれだったかな、これか、インディペンデントキュレーター飯田志保子さんが出したダダンと、これですね、うん、小泉明朗さん、展示タイトル家族の肖像っていうことで、アート系トーク番組にも何度かこの小泉明朗さん紹介してるし、まあ知らない方はだんだん減って少ないかなと思うんですけど、こう映像作家で、サントリーミュージアム今はなきレゾナンス展でこれ出てましたね、家族 の、うん、あのまあ戦時中に特攻隊が行くのでね、まあ、ドキュメンあのフィクションとしてのドキュメンテーションとして撮ったというもので、で実はね小泉明朗さん、この飯田志保子さんにも取り上げられてるし、この後で紹介する住友文彦さんというキュレーターにも、2人展のうちの1人が、小泉明朗さんが選ばれてるんですね。小泉さん大人気だけど今回は選ばれなかったという、まあいずれ選べると思いますよ ね、 そうやね多分。でまあ家族の肖像ということで、本提案では小泉明朗のビデオ作品によって一人の人間の自己矛盾とその延長線上にある家族、コミュニティ、国家といった大きな集団が抱える自己矛盾をオーバーラップさせ、今日の日本が抱える複雑なグラデーションを浮き彫りすることに狙いをするっていうふうに書いてますね。
っとね僕ねこの、 あの企画案読んだんですけど、日本のことについて問いすぎてて、国際展として見た時に外国の人から見たら別に日本のことなんて知ったこっちゃないって人も多いと思うんで、ちょっとその辺に弱さを、文章のレベルではちょっと弱さを感じたな。どっちかというと日本国内でやる方が非常に意味があるような、まあ偉そうで申し訳ないんですけど、文章を読んだ時には思いましたね。小泉明朗さん自身は作品すごい好きなんですけど、でまあ、演者の主体性身体性が映像の虚構性を凌駕することによって家族の肖像を普遍的に表しながら背景で埋め難い溝を作り出している日本の社会が炙り出されていると、まあ、何のこっちゃかわからないねこれねちょっと説明せなあかんか、ちょっと待ってください。あ、こっちの方やね。それでも分かりにくい、分かりにくいですよね、うん、プレゼントしたらちょっと弱い感じはするな。そうやね、なんとなく分かりはするけど、すごくナショナル、うん、私的なプライベートな感じの話と、うん、まあ、パブリックというの、まあ、国家というか、うん、国っていうか、そのつながりというか、なんかそういう部分もなんか問題してるのかなとはちょっと思ったんやけどね。そう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 、さっきの特攻隊はまあ前説明したから割愛するんだけど、今回のメインとなる新作のビデオインスタレーションでは、この今映像映ってるやつがちょっと参考図版なんですけど、さまざまな事情によって家族の一員の誰かを失ってしまった家族に焦点を当てる。モデルとなる家族は小泉がインタビューを複数実施した上で2家族に絞り込み、タイプの異なる2種類の新作を制作予定。まあ、何か伝えたいことがある家族が順繰りにその不在者の役を演じ、残された家族に対して一人ずつ語りかける。もう一つ、まあ、なんて言ったらいいかな、まあ、要するにその家族、不在になった家族の人に出てもらって、その不在さについて、まあ、無理やり言語化させるみたいなことと、あるプレッシャーみたいなのを用意しておいて、その家族の肖像みたいなものの虚構性であるとか、主体、あ、まあ、日本のその国家性みたいなのを炙り出すっていうのが作品になってるんですよね。これドキュメンタリーじゃないのね、一部ドキュメンタリーじゃないし、フィクション、いや、あの、その家族自体は本当の人を呼んでるんですけど、そのインタビューしていくところはドキュメンタリーなんですけど、ね、はい、ただすごい構造化されてるんですね。ある特殊な状況に相手が追い込んで収録するみたいな、まあ、小泉さんよくやる手法なんですけど、うんうん、杉村さん、そうそう、どうですか。そうやね、だから虚と実がこう曖昧になる、まあ、ちょっと僕その、うん、こっちの家族の話はわからないんですけど、うん、その渡航の話の映像 はそのサントリーミュージアムで見たので記憶はあるんですけれども、うん、あれは役者さんなんで別に渡航単位でも何でもなくて、まあ、当然そうだけど、でその役者に、セリフを渡航、手紙かな、渡航行く人の母親に宛てた手紙を読ませるやね、確かに、うん、確か手紙読んでたよね、まあ、お母さんに対する、まあ、特攻行く前に母親に対するメッセージやね、うんうん、でそれをずっと、まあ、演技してくださいっていうふうに言うんだけれども、うん、あの決まった、まあ、手紙というかフレーズがあるんだね、うん、でそれを何回も何回もダメ出しをして、あの繰り返すことをテイクという、まあ、何回も繰り返すして、ですごくそれがなんていうの、一体化していくっていうの、虚構が現実になるというか、なんかそういう曖昧な部分になって、最後なんか涙流してる、なんかすごい状態になって、うん、本当に投稿に行くような迫力のある感じの映像で確か終わったよね、うんうん、でそういうこう曖昧な部分っていうのかな、なんかそういうところでも、うん、映像として持たせたいのかなっていうのを思ったりもちょっとしたんですけど、うんうん、こう役者が入っこう入れなかった部分、うん、こう自分がそこに入っていく過程みたいな部分かな、うん、そうそうそう、感情移入していくような、ね、だ自分がまあその違う人にこうなっていく、大体役者ってそうじゃないですか、うんうんうん、でそういう部分をずっと撮ってるわけね。そうそうそう、ただまあこれね、その日本語で喋ってるから英語のもちろん訳はつくと思うんだけど、こういう特攻隊みたいなのがベニスビエンナーレってすごいたくさんの国際展でいろんな展示を見ていくから、さらっと見過ごす人も、まあ、見て終わる人も多いと思う中で、こういう特攻隊みたいな服をこんだけでかい画面に映した時に、今ちょっとこう
日本の右傾化みたいな国際的に問題視されてる時に、まあ、どういう風に映るのかなみたいな、ちゃんと読んでくれたらね、最後までビデオ見てくれたらその辺の複雑な状況ってわかると思うんだけど、まあそのちょっと右傾化に対する心配みたいなのも僕はちょっと感じてしまいましたね。でも小泉明朗の映像ってすごくナショナリスティックなテーマで撮ってるのかなっていう感じるし、でそういう、まあ、映像も多いですよね。この確かに靖国神社の前をほふく前進するっていうのは、違う、知らない、確かそうやったと思うんやけど、でそういう映像とか、まあ、そういう、まあ、ある分社会的な、まあ、政治的なっていう、うん、だけど実際に映画でも、うん、あの商業的なね、特攻、うん、を扱った映画って今まで、うん、永遠のゼロ、うん、いろいろあったでしょ、他にも ね、なんかそういう場面みたいなの出てくるし、うん、桜のなんとかやったかな、なんかいうのあるじゃないですか、うん、そういうのもあるし、うんうん、じゃあそういうのとどう違うの、あ、これか、うん、あ、それはもうね、全然違いますね。あの7分の、A、ビデオなんで、うん、もうシーンもほとんどこのままカットが変わらないんで、あのお話を説明するんじゃなくて、特攻に行く前のこの兵隊さんが母親に対する感謝の言葉を述べるっていうところの、うん、その、フィクションである手紙を読む中で非常にプレッシャーをかけられ、よりもっと迫力があるように、もっとあの泣き崩れるようにとかね、もっといろんな心情を込めてって言われるうちに、うん、本当に内面化してしまうっていうかね、その特攻隊の人みたいなのね、うん、で演技指導してる人もお母さんになりきっちゃうみたいなのがあって、小泉明朗やけどね、うん、演技してね、うん、まあそこはもう全然あの映画、うん、いわゆる永遠のゼロとかの一般的な特攻の映画とはまあ全く違うものですね、うん、ちょっとずれてきちゃうんで言っちゃっていいです、ちょっとだけでいいよ、はいはい、あの多分長前さんに対するあれやけど、うん、多分小泉明朗って状況を作る、あの演技、永遠のゼロとか商業的なのっていうのはもう多分演技として成り立ってるっていうか、ストーリーとしてできてるっていうのがあって、まあそれはそれで面白いと思うんですけれども、こういう、まあ、例えばこの、まあ、とこの映像だとすると、最初はまあ演技をしてて、ただ演技ができない、そういう状況をまずガーンと作ってしまって、その中にはめ込むっていうのが多分こう明朗のやり方なんかなって僕は思ったりするんですけど、うん、こうはめ込んでしまって、その変化がずっと何回も繰り返すんで、すごく変化していくんですね。でそういう変化を、まあ、撮りたいのが、例えば日本戦時中という日本の状況の中に、例えば現代の人がポンとこう、なんていうの、入れ込まれた時にどう変化するのかっていうのをここで実験してるんじゃないかなって思いながら僕は見てたんですよ。まあ、それはあるかもしれない、ね、うん、だから話聞いてたね、うん、あのすごくそういう枠にはめてしまうっていうのかな、うん、あえて枠にボンとはめてしまって、その状況をこう推移、まあ、推移を見ていくっていう、これな洗脳や、まあ、半分そうですね、うん、ほんとんどそういう状態になるからね、やっぱり、うんうん、あのだから状況に押し込める、戦争、まあ、軍国の時もまあ言ったら、うんうん、そういう状態もね、うん、何回もな、あの、まあ、別にそれは批判してるわけで、まんなんっていうわけではないんですけど、まあ、映像自体はね、そういう状況をただ作りましたっていうふうにガチッとして、いや、まあ、だから人間やから、その何らかの状況に置かれたら、やっぱりその最初はそういうふうに思ってなかったも、そこにこう入っていっちゃうっていう、感情移入どんどんしていって、そういう部分かな、そうですね、最後はもうよだれも垂らして涙流して、で訴えていくっていう、でしかも指導している小泉明朗も母親になりきってしまうっていう、あれ小泉明朗かどうかちょっと分かんない、あ、違うんかな、でも声はなんかそんな感じしたけどね、まあでもそういう感じの映像の撮り方してたんで、そういう多分その枠というか社会とか日本とかさ、そういうのをなんかこうニュートラルな個人をこうボーンとぶち込むことで、こと変化を見ていくっていうことを、だから虚構っていうや虚構やし、あの現実っちゃ現実の、そのすごく曖昧な部分っていうのが、まあ、が面白いというか、これなかなかこのプレゼンテーションだけで分かりにくいね、それは。まあまあ、 あの映像見ないと分からない、あ、この文章だけでも分かりづらい、まあでもあのさ、僕が感じたことだけどね、有名だから多分見てられると思うんですけど、ね、でも多分また出てくるというか、うん、それ審査の時そういうなんか映像を見てもらうとか、そんなんないんだよね、審査員がでも各自書類だけ、書類だけ、
いや、わかんないです。僕もその作品チェックしてない、うん、いや、それは一応しないといけないでしょ。少ないし、できるよね、今までのね、うん、それしてないと審査できないですからね。いやね、うん、そうやね、それはあると思うけど、ね、うん、それは一応してなくてもしてるって言うと思いますよ、前提としてしてなかったらダメじゃないですか。いやいや、そんな建前ええけど、うん、で、まああのね、この PDF、 その公開情報、面白いのがこの空間のね、あの配置設定みたいなのも書いてるんで、うん、これから若手でアーティストで個展やる人なんかはプレゼンな、うん、あの非常に勉強になるんじゃないかなと思います。こういう風に映像を照らして、こういう風に人が動いてみたいなね。これは穴を塞いでんねんな。塞いでますね中にはなんかものすごい分かりにくいね、うん、プレゼンもあってダメやなってなんのあるよね。あと予算もこうやってきちんと組んでるんで、まあ企画書出す時のこういうふうに企画書って書くんだなって勉強になると思う。それはいい。では4番目、あと2つですね。4番目は誰かな。さらっと、全然さらっとじゃなくなってきてるダダン、これ緩いトークほんま。緩くなくなってきた。なんか入れ込んでない。入れ込んできてない。ねえ、僕は緩く言ってると思う。僕はどっちかやったら分かりやすい。分かりやすいやろ。いや、分かりやすいように僕は疑問を投げかけてるんで。第4番目。いいよ。キュレーター、住友文彦さん。これ難しいね、この言葉。ごめん。ソリア・エ・リミテ。っていうタイトルですね。難しいですね。ソリエ、ソリエ、ソリア、ソリアエリミテ。何語？なんか、なんとかと教会。フランス語っぽいよな。絵とかね。この漢字も難しい。漢字難しいんですよ。漢字やん使ってるな。振り仮名なんかバカばっかり。バカばっかり集まって。振り仮名打ってよ。振り仮名。普段使えへんやん、うん。そう。だからそういうところも。不親切な。教会はまあ気になる。出し出してる。まあ言って緩くやってかな。住友さんは2人の作家さん、高山明さん、あのフェスティバル東京舞台とかね、でもでよく出てる。最近言論カフェとかでもトークに出てたりしてますよね。あのツアーパフォーマンスっていうことをまあ主題に、考えられた高山明さんと、もう一人は先ほどから話してた同じ小泉明朗さんが、選出されてるアーティストとしてね。多分な、忙しかったよ館長になって、前橋との館長になったとばっかりするね。ああそうなんや。群馬県やったかな、うんうん、あ前橋のあれか、うん、あそうなんや。いや僕内容は興味あるよそうだよね、押してたもんね、確かに、うん、いや、押してるいうか、誰も押せへんから押したんやないすんごい分かりにくいねん、うん、読んでもらっていいけどね、これ見てる人。そうそう、なんか忙しかったの俺やそれ言うた興味はあんねんけどね、僕。あなんか科学的なこと、人間の領域と動物の領域の、ああそう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 、知識をこう超えるかなんとか、だからその辺はなんかちょっと被るとこあるかな。犬とかなんか言ってたっけ？それちゃうか、鳥や、鳥か、鳥、うん、なんか動物をなんか使うとか、うん、発信機をつけて、あそう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 、外を飛ばすよね、動物行動ちゃかったっけ、行動科学とか。そういう環境的なあれでいろいろ調査したりとかしているからね、その辺と人間のそのあれでしょう、うん、世界のそのあれとなんかリンクさせるみたいなことじゃないの、はい、そうそうそう、でなんで今みたいな。だから多分展示プランとしては下の地上階のピロティ部分が高山明さんのその、ツアーパフォーマンスをする基地になってて、まあ、半屋外みたいなところですよね。でこれはあの高山明さんがフェスティバル東京13でやった東京ヘトロトピアっていうので、まあ、こういう何かガイドみたいなものとか調査するようなものを持ってツアーに行くと、で、まあ、今あの中村さんが言っていただいたようにそこでまあ鳥とか動物の人間以外の世界、環世界をまあ調べるというか、人間以外の生き物の世界についてこう境界を測るとか敷居を見つけるみたいな、ソリテっていう難しいのは敷居っていう意味です、敷居も難しいけどいやだからもうちょっと面白くしてくれたら説明がちょっと厳しいなプレゼン内容がね、うん、ちょっとなんか
こういうリモコンというか調査かりやすくしてくれたな。ビジュアルもそうだし面白いんだけど、うん、残念やな残念やのあれでしょ切り捨てられた。で、まあそれがそのピロティ部分というのはこの下の部分で、ここですね、ここが秘密基地になっていると、うん、ここに集まって外も使うってことですか。外を広がる、ね、周辺のそうそうそう、この、ね、動物とかあれやから葉っぱとか公園とかも行くと、うん、鳥とかね、うん、鳥関係してくるから。で上の方が小泉明朗さんの映像作品で、今度はね小泉さんの方は、これさらっといくんじゃなかったさらっといきます。記憶ちょっと難しい生涯みたいなものの人を今度インタビューするというかドキュメンテーションして、だからこっち側は人間でしょ。そう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 、ね、なんで2人なの。人間と動物、人間と動物、まあ、記憶術とか誰でもいいもう一つの資格とか、こっちがもう小泉明朗さんの全然必然性がない、プレゼン作品の、まあ、参考作品なんですけど、いや作家さんはあれやで、うん、はい、僕は興味あるよそのキュレーターさんがどういうふうにまとめてるかとか、そうそう、難しいところ、ね、あの小泉さんの作品は過去を思い出しながら語ろうとする記憶障害を抱えた人の姿を映像で映し出します。しかしその話は時間軸が定まらず、前後関係や整合性が取れないものしか聞こえません。その後でその話を元になるべく正確に本人と役者が一緒に話の内容を演じる映像を見てもらうことになります。誰かにとって意味を取れない物語が発話者にとってその人格を支える記憶になっていることに気づくような作品です。難しい、うん、なるほど、分からん、分かった、うん、まあまあそんな感じ、まあ読んでください。で鳥と何が関係あるの。まあまあというのが4番目でしたと。じゃあ大鳥、あの住友さんすいません、あの本当申し訳ないあの、来ましたね大鳥。日本館の2015年ベニスビエンナーレ栄えあるコンペに選ばれたのは、誰もが知ってるんじゃん、誰もが知ってる関西では特にね、うん、塩田千春さん作家が、でキュレーターが中野ひとしさんです。まあ塩田さん国立国際美術館でね、あの個展、大規模な個展されましたし、もともと清華大出身でしたっけね、うん、京都のね、だから関西ではドイツでも活躍してるんじゃないの。あー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 なんだっけ、バカの美術じゃない、うん、なんだっけ、に支持したよね、うん、ドイツで、そうそうそう、書いてあるのか、書いてある、うん、まあ展示自体はこういう、まあ、ショートさんお得意の紐を使った、展示ですね。ピロティにこう紐をいっぱい、赤い紐をぶら下げて、つながり、ね、その先に、うん、まあ、みんなが使った人の鍵をぶら下げると。で、まあ、古い船が、置かれてると、まあ、非常にスペクタクルだし、まあ、分かりやすいというか象徴化された鍵、船、赤い糸みたいなねものが使われてます。まあ、あの美読会でも一応やっぱこれが一番人気ありましたね、うん、地元で集めるってこと、はい、いやもう世界中ですね、今日本でもあの集める、世界中で5000個やったらすぐ集まるね、うん、そんなにあるかな、でも、うん、5000個ぐらいやったらちなみに避けてたのはマリーナ・アブラモビッチですね、ベルリン芸術大学で、まあ、今もドイツ在住ですよね、うん、でこの辺の作品が多分皆さんよく知ってるんじゃないかな、横浜トリエンナーレで、うん、してたから、それで僕初めて知った、瀬戸内もあるやん、うん、瀬戸内のこの下のあれに近い額みたいな、あキャンバスのフレームみたいなのをいっぱい、それ瀬戸内やったっけ、窓か、まあ量をよく使う人ですよね、うん、まあ、圧倒的なこう物量、うん、物量、スペクタル感、これは国立国際でやった、靴を集めて赤い糸 で、まあ、その靴 の、 その、まあ、個人的な物語っていうかね、関わりを手紙に書いてたのをこうぶら下げてるというようなものですね。
あ、そうそう、で今回全然言ってなかったんですけど、どの作家も、まあ、キュレーターもですけど、この震災を受けてっていうことをやっぱり意識されてるキュレーターが多かったですね。もちろん塩田さんもこの、糸とか鍵っていうのが、まあ、ある向こう側の他者というか死者というか亡くなった人への何かこうつながりみたいなのも想起させますし、まあ、塩田さん自身が非常にあの親しい人をこのコンペを出す前に亡くなられてまして、まあ、そういう思いなんかももちろんあるかなと。で塩田さんに限らず、まあ、他の作家も震災以降にどういうふうに日本というか世界というかが、まあ、あるべきか個人があるべきかみたいなことを、まあ、考えるっていうようなことは、まあ、共通しているかなと思います。はい、杉村さん何かありますかね。おお、あれやろ、いや、ない、あ、ないの最優秀賞、まあ、ああ、いやでもやっぱりプレゼンっていうのこの文章はやっぱり一番すごいうまいというかさ、うんうん、あ、やっぱり受、まあ、かったんやなっていうのは納得する、説得力、うん、説得力はある、うん、で分かりやすいし、で何を押し出したいかっていうのも本当ビジュアルでも出してるから、うん、こっちを求めてるものがもう本当にすごいコンパクトにまとまってるっていう印象はすごくあった、うんうん、でやっぱり、うんうん、で前回もね確か田中幸喜と接すんなったじゃないかな、そうそうそう、で落ちちゃって、うん、でまた今回も、うん、それはたまたまなんかな、まあでもね、ま、連続で出してるんやとちょっと僕思ったんやけど、うん、で、まあ、今回は、まあ、通ったというふうになってる、うん、順番があるじゃん、なんかいやらしいなすげえ政治的な話になってくるね、うん、じゃあ自分じゃあ次大阪でみたいな東京でね、まあまあ分からんけど、まあ、でも手のひらの鍵っていうね、うん、まあでプレゼンはうまいんじゃないの、うん、僕はまあ内容はうんってな、テーマはっていうことやけどね、ちょっとテーマはどうなんかなとは少し思いましたけど、うん、まあ、キュレーターはやっぱしっかりしてる、ね、うん、まあプレゼンはすごくちゃんとしてる、中野仁さん、うん、面白いページというか、まあ、ちゃんとしてるというか、うんうん、っていうので、まあ、プレゼンの仕方を勉強するのはちゃんとこういうふうに書いたらいいのかなというふうに思いました、うんうんうん、まあ、そういう意味ではこの審査っていうのがやっぱちょっと保守的なだなっていうような意見もありましたよね、うん、ツイッターとかでね、うん、やっぱりこう順当な誰が見てもいいねとか分かるねっていうその分かりやすさも含めたものがやっぱ選ばれ、今回は選ばれたなみたいな声は上がってましたね、うん、やっぱりでも多数決になるとどうしてもそう、うん、当たり障りの、まあそんな言ったらちょっと失礼が、どうしてあんまりね、こうインパクトのあるのは選ばれにくくなるのはどうしてもなってしまう、うん、小坂さん の, あの老人のための高齢者のためのっていうのは2票で、うん、塩田さんが4票やったから、であとは0票なんですよね、審査員の最終投票はね、だからまあ2票差やから、まあ小坂さんそのグループ展にした弱さ、固定の方が強いみたいなことを、まあ、ツイッターで後で反省で書かれてましたけどね、その辺もあるし、あと相馬千秋さんというフェスティバル東京のまあ代表されてた、代表というかまあ運営にされてた方が、ツイッターでフォローも書いてたんですけど、まあ、高山明さんとかね舞台系やからね、うん、その外人の審査員入ってないのかなみたいなね、うん、そうね、まあ、外部の視点みたいなのもちょっと欠けてるのかなみたいなのもあったって、うん、まあ必ずこのヴェニスビエンナーレの公募はね、誰通っても必ず批判が出るんで、まあ、決して今回が悪いってわけではないと思いますけど、これでもあの他は2人とかさ、うん、なんかそういうのが多かったでしょ、うん、2人展とかね、うん、でこれはもう完全に1人個展ですよね、だからやっぱりまとまりやすいっていうか、その うん、テーマ的に、ね、テーマ分かりやすいよね、うん、テーマ的にこうスカッと行きやすいんちゃう、そう、いやそれは言われてんだよね、うん、言われてます、ビエンナーレでやるんやったらやっぱ個展じゃないと取りにくいよとは言われてるみたいですね、うん、ね、2人とかになるとやっぱりね、なんか変に合わせようとする、うん、してるような感じ、うん、これ聞いてた 見えにくいよね、うん、何がしたいかってなっちゃう、そうそう、で完全にコラボするわけじゃないでしょ、うん、だからグループ展や、本当にグループ展になっちゃうから、うん、それはここでやる必要があるのって結局なっちゃうよね、うん、で学ゲームめっちゃ忙しいし、ほとんど手弁当で会議していくから、日本で何回ねそのグループ展の人が会議で会えるかとか情報をすり合わせるかみたいなのも難しいですよね、うん、まあ、前回のやっぱ田中幸喜さんと倉谷美香さんはお二人とも東京です
まあ、田中国さん行ったり来たりだったんでしょうけど、まあ、古典だったし打ち合わせもかなりね親しい人同士やからスムーズに行ってたっぽいから、で日本館のキュレーあのイタリア行ってからまた案を練り直してますからね、どんどん修正かけていってるから、そういう柔軟さみたいなやっぱグループ展だとなかなか難しいかもしれないですね。まあ言ったらキュレーターとのコラボやからね、うん、うん、そうですそうです、それでもまあ2人やからね、うん、そういう時点で、うん、そこにやっぱり3人とか入ってくると、うん、難しい。あとなんか多分反省があの第1回目とかいうかさ、日本がビエンナーに出品した時ってかなり古い100年ぐらい前からさ、うんうん、まあ飛び飛びなんだけど出したこともあって、その時は出してくれって言われてすごい人数をグループ展をやっちゃってみて、あ確かなんか団体展みたいな感じにしたんですよね。そうそう、ほんだらものすごい酷評というかさ評価が低くて、あこれはまずいわっていう風な反省も、まだそんな古いのトラウマになってやっぱ予算的にも2人に予算を、うん、まあ、まあそれも OK、5配分していかなあかんっていう部分でも弱くなるやん、弱さも、ね、うん、そうやね、うん、反省したって書いてあったよ、うんうんうん100年前にやっぱり一人選んだね、まあ、この塩田さん、まあ、多分鍵まだ全部集まってないので募集されてると思うんで、使っても使わない鍵とかあったら塩田千春ベニスビエンナーレ鍵とか打てば多分募集してると思うんで、ぜひ送ってあげてほしいなと思うんですけど、なんか塩田さんの作品はまあ大体こんなんでいいですかね、あまり作品についてもう自明やからね、すごいのはね、まあもう見てすぐ、うん、今の説明で十分説明できる、あまり説明がいらないね、さっきのこの前の、うん、鍵と赤糸とあのトリガーとかなんかはってのはだからソリアがリミテガーとかよりだいぶ楽ですよ、ね、プレゼンで大事なのはやっぱりインパクトというかさ、うん、あのコンペで大事なのか、うん、本当第一印象が大事ですよね、あまあそこでポーンと入ってこないと、うんうん、もうずっと疑問が続いちゃうともういいってなって、うんうんから、うん、審査もしにくいんちゃう、うん、例えば2人とかだったら2人の作品こう見るけども、うん、ここではなんか関係性を持たせたようななんかことで展示みたいなことを考えてるんでしょ、ここ、うん、2人の時も、うんうん、じゃあそれと1人ずつの作品のあれを見た時とちょっと違うのね、うんうん、だからそういう第一印象とかいうのは大事なんやな思いながら、ね、こういうプレゼンする上でね、それがなかったらもうなかなか取りにくいね、後で見返すなんてことないもんね、うん、まあ、この場合まだ少ないけど、うん、そのコメント 100件とかさ、あその中で 1件見るのにそんな10秒ぐらいよ、うん、はっきり言って、うん、それでバンバンそれでインパクト与えないといけないから、うん、やっぱりそのプレゼンの仕方、企画書の作り方っていうのを、うん、まあ、考えないといけないのかなと思ったんだけど、うん、そのね、フックになるようなことをポンと載せるっていうの、まあ、以上2015年来年のベネスビエンナーレ日本コンペ案はこれで終わりなんですけど、ちょっと1時間でまだ元気あります、まああと5分10分ぐらいグダグダっと、あの去年ベネスビエンナーレ特別賞を取った田中幸喜さん のコンペ案も PDF で上がってるので、それちょっと見ようかな、俺読んだことないやな確か、あそうなんですね、なんやもだいたいあのトークとかは、はい、でほとんど見て、一枚一枚こうなって、あでも見たかな、またなんか芸大でやるんでしょ、トークしますね、ああ、うん、言ってたね、12月、うんうん、最初このいつも田中幸喜さんやってたティッシュロール扇風機でカラカラとかこういうのも出してたんやな、だから映像と写真、うん、なんかやるをってしてたよね、うん、9人の美容師が1人の女性の髪を共同でカットするみたいなのがここで出てピアノもね、これが企画になるの、企画書になるの、これが日本館の提案書、ちょっと終わってからだったらどうだったかな、そうやな、俺これ企画書にしちゃえない雑やなって思ってた、俺もこれ見てん確か、あ本当ちょっと待って、これ企画書やったんかな思いながら、こっちかこっちや、うんうん、それ気がしようね、はいはい、うん、はいはい、これそうだ、うん、企画書こっちでした倉山美香さんがキュレーターされたから倉山さんが出した企画書ですね、最初だからやったやつだいぶ変わってんねんね、うん、あとで直前になってなんかだいぶ変えたとか言ってたから、うん、
画像があった方がいいの、こんな感じか。でもそれよう考えたらどこまでそれは許されんねやろ思いながらの。でもやっぱりアーティスト、まあ、こういう作家やから特に、うん、そういう現場とかその時のあれでこうどんどん詰めていったりとかちょっと変わっていくっていうのは、うん、普通の流れやけどね、うん、なんかもう決めてしまったやつをそのままなんか持っていって展示って展示みたいなことを、まあ、田中幸喜自体がねそのインスタレーションやからどうしてもそんなかっちりね決まるわけじゃないとは思うけど、うん、最初のマーケットこんなんですね。だいぶカクカク分割してる感じですね。そうそう変われたっていう日本人も言ってたからね、うん、確か直前までなんかこんな感じか。どっちかやったらその物とティッシュペーパーカラカラとかと近いですね。ロールが置いてたりとかね、うん、素材からなんか発想できるなんかここで会話できるような状況を作るんやったかな、うん、これでも横浜じゃない。これ横浜取れないのか、うん、参考作品か、うん、だから これがそう、これがそうです、マーケットって、ね、まあちょっともう分かりにくいけどね、これ。そうなの、俺もちょっと半分疑問やった。あんまインパクトないよね。ない。あ、正直ない、うん、まあだからインパクトがあれば通るっていうもんでもないんじゃない、まあ、な田中幸喜一応ねこうボーンと出てきだしてるし、うん、勢いがあるし、まあいいかってなったんかなって感じに勝手に言ってるけど、まあそんなあまりこう大した話もできずっていう感じで、今回まあでもショートのところの、うん、お送りしてきました。素晴らしいいかがだったでしょうか。ベニスビエンナーレで来年2015年日本コンペアについてまあゆるくだらだら小一時間喋ってきましたが、皆さん、ご存知だと思いますけど私はもう喉がだいぶやられてて喉飴舐めすぎて舌がビリビリしてきてる感じなんですけど、中村さん長時間ありがとうございました。どうも。前半後半、お疲れさんです。お疲れさんです。杉村さんもありがとうございます。なんか最後一言ずつもらって締めさせてもらっていいですか。ベニスビエンナーレいやいや別に関係なくてもいいやビド会忘年会するんですよね。ああ12月16やったっけ、日曜日、16? その辺の日曜日やね、うん、忘れちゃってる。そう、ちゃんと言うとよかったな、まあ、こういう情報公開は本当もっとね、はい、やってほしいね。そうだね、うん、まあそうだね、もっとここで話したことも含めて、うん、やっぱり直接公開審査みたいなのやって面白いな。ああ、ね、このここでいやいやいやコンペのユーストでねログ残しといてほしい。ベネチアビエンナーレの公開審査、みんな来て多分厳しいやろな、ね、やらんと思うそこまでよちょっと、うん、楽しいよね見る方は、うん、見る方は楽しいですね。勉強になるし、うん、そういう視点で選んでんねやみたいなね、うんスライドで映しながら多分さ大人の事情があると思う。みんなプレゼンしてもらって多分なそこで、それだけでも楽しいで、公開しちゃうと誰が審査員かになってしまうんちゃうかな。でもさ一番最初に言われた中村さんが言ったみたいに審査員を選ぶ審査員は誰なんだってことですよね。それ外務省の役員だと思います。外務省の役員が選ぶのかな。別に追及しませんけど役人かその役人に影響力のある美術団体か、うんうん、いやよくコンペとか見ててもずっと変わらへん人多いやん審査員で、なんで変えへんのかなとか、その変えへんかったら変えへんなりの意味みたいなのもさステートメント意思表明で欲しいなとかちょっと思ったりもするけど、うん、まあでも結局誰かが決めるからなまあまあね、そんなん言ったら最終責任者は総理大臣やからねこういうだからまあ国の予算でしょまあ、まあ言えば大学団体であっても、ね、総理大臣っていうそれだからそれはあの国の役人があの決めるね、うん、あそういう仕事したことありますけど、まあなんていうかな目回ししていって、うん、先生お願いできますみたいな感じで決まっていくと思うよ。それを言っていいのもいいけど。なるほど、わかる。それはなんか夢も、
まあ、いや結局何しようたちはるはそうやって決まっていったの。いや違うやん、審査員を決めるとき委員やから。これ委員の話よ、僕が言ってんのは。うん、国際事業委員会、ね、そうそう、バランスを考えてね、うん、あのまあ、建築側からこれ、ね、関西からは柴さんやなとかですね、うん、まあ、あんま関東ばっかりにせずに、まあ、東北も入ってますしね、うん、国立国際の誰かに、うん、写真も入れてるしみたいなんでね、そうそう、まあ、バランス取れてますよね、確かにね、うん、そう、アートのゴールじゃないけど、まあ、他の、 あのそのやちょっとね違う仕事の委員会みたいのを決めて、うん、でそこでこういろいろと事業を進めていくような、まず委員会を作るのは好きやから役所、うん、何か言ったらなんとかなんとか委員会作るから、あでそこでまあいろんな建築家の人とかそういうの僕らも集めたからね、うん、あ意見聞いて、うん、そうそう、意見この人がいいんじゃないかっていうんで選出されるそうそう、自由にだからトークしてもらうわけよ、うん、でそこでいろんな意見を出してもらうと、うん、あれって委員会で作らないとなんか仕事した感じがしないんですかね。さあ、あれでだからなんか報告書一人では決められない、報告書作って、それでその報告書を作るのはまた違うところがやってて、うん、僕らやってたんやけどね、仕事で若い時シンクタンクをやるでしょ、そういう仕事をね、うん、まとめてね、うん、じゃあアート系トーク番組委員会も作りますか、ね、アシスタントスタッフ。だからこういうふうに自由にトークを、まあ、もっとたくさんいてるわけだけど、はい、バーッとトークしてもらったやつをあのずっとあの録画して、はい、それであとテープ起こししてこう文章していくわけで、ね、テープ起こし泣きそうな、大変やね、大変だね、うん、テープ起こしはな、議事録とか大変っすよね、あれな、書いてる人な、ね、すごいな、なんかあれ簡単に書けるソフトあんのかな。だからまあ大体どんな感じで決まってるか分かるけど、なるほど、うん、どうですか杉村さん、ここその辺大人の事情も含めて、うん、何か、まあでもこういう、まあ、コンペとかさ、はい、やっぱりなかなか裏事情っていうのかな、うん、見えづらい部分っていうのがあったので、うん、今回こういう感じで公開した、うん、企画書を公開したっていうのは、うん、まあ意味はあるのかなというふうに、まあ、遅いね、うん、もっと早くやらない日本の場合は事なかれ主義でやっぱりやりたいところもあって、うん、波風立てたくないっていうのもあるし、うん、で多分出してさ、いやこっちの方がいいやんっていう変な世論が動いてしまって、まあ、そんなことはないと思うけど、まだ普通のオリンピックでも結構ほらいろいろなんか、うん、問題になったりして、選手選ぶとかいろんなその境界があるやつ、はいね、曖昧やね結局ね、ああいう部分もね、その代表にするかどうかっていう、それ何かの試合で優勝した例えば、ね、運動だったらそれだけではないからね、うん、1年間とかそれずっと過去の記録を総合的に評価していけるか、そうそう、代表できるかどうか、もう選手はもう純粋にやってるわけだからね、うんうん、周りがあれや難しい、まあ、ビューティーなんかももっと曖昧かもね、だかそういう意味で別に1位、うん、2位なんて決めれないから、うん、まあ、そういう意味で言うと仲間さんみたいにさ、まあいいやそれはいいけど曖昧な部分っていうのはどうしても出てくるけど、うん、でも出てくるからこそ、まあ、そういう 裏というか公開していくみたいな、内情っていうのは、まあ、だからプレゼンを公開してるのはいいじゃないですか、いいと思う、うん、僕らでもまあ好きな勝手なこと後からこう喋れますから、ね、言えるからね、うん、それはそれでいいし、そうそうそう、いいかなとは思うけどね、うん、はい、じゃあ来年2015年ぜひまた日本館が頑張ってくれるように一応陰ながら応援して終わりたいと、うん、だからもうちょっと一般の人に これがもっとね、そうですね、見られるようにもう本当にまあ限られた人だけ、でしょまだ、うん、ベニスビエンナーレが国際、はい、オリンピック美術の国際オリンピック展やっていうのを知ってる人はどれだけいるのみたいな、少ないですねまあだからそうやって話題も広がればね、いろんな人が知るきっかけにもなるからいいのかなと思ったりするけどな、まあ、なんか田中幸喜さんが特別賞を取った時のユーストリームの視聴者が200人ぐらいだったんで、僕はもう厳しいなと思いましたけどね、こんなにベニスベンナーレって話題にならないんだみたいな日本ではね、日本ではね、向こうではすごいけども、うんうん、まあ、そんなこと言ったらね、責任ない、何でもそうやけどな、まあ、だからぼち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 もあのやっていく、それはもう置いといてそういうことはもう置いといて、あの、まあ、頑張っていきましょうか、なんか分かんないですけど、うん、はい、まあコツコツやるしかない、まあ、やれることしかね、うん、やっていったらいいやっていくしかない、はい、すごい、ほんで、はいはい、宣伝じゃないけど、はい、
まあ、さっきちょっと言いかけてたけど、うん、次の、まあ、アート系トーク番組、うん、一応その美読会で、まあ、僕も勉強会みたいなところで、うん、まあ、放送しましょうか、うん、公開収録か、うん、公開収録しましょうかっていう話になって、うん、一応合同でやること、そうだね、来月12月、うん、16かな、日曜日にアート系トーク番組と、美読会って杉村さんが主催してる、まあ、アートの、読書会というか勉強会ですよね、うん、を、収録しますので、14でしょ、14か、12月、あれ11月やから、そうそうそう、12月14日や、12月や、はい、で、まあ、もし興味のある人は、うん、そうやって公開というか参加、うん、まあ、見に来る人、うん、見に来るだけでも大丈夫なので、うん、まあ、もし来ていただけたら、そうそう、こういう方がやってて仲間絵さんの仕事場兼アトリエをお借りして、あ、いいとこですよ、すごい夜景が綺麗、変な場所ではないの で僕もちょいちょい顔出して適当なこと喋ってるっていう回なんで、まあ、直接そのね、日頃もそういう映像を見て思ってることを直接話せるので、まあ、そういう場を使ってもらって、まあ、なんか話したらいいかなという、そうそう、このビド、あ、ベニスビエンナーレを美読会で取り扱ったテーマなんでね、うん、その時に喋ったこともあるので、まあ、こういう話したいなという人はぜひご参加くださいということで、来月もよろしくお願いします。では、ベニスビエンナーレ2015年日本コンペアンユルフワトーク、これにて終わりたいと思います。皆さんまたお会いしましょう。さよなら、ありがとうございます、はい、さよなら。